なんか少し前に重ねてとに、そう、重ねてとは昭和の香りがする喫茶店、パヨ喫茶の常連のお客さんなんだけど、彼女に、ね、スーパーエクセレントウルトラニートな若冲さんの曲を歌ってみない？って勧めてみたんだけど、彼女歌にはとっても後ろ向きな子だったみたいで、曲をとっても嬉しかったって言われたんだけど、曲を返却されちゃった。だから熊子はおせっかいにもかさねさんには歌って心を発散っていうのがとってもいいと思ったのに。難しいものね、おせっかいって。でもね、いいの。とりあえずそのかさねさんに受け取ってもらえなかった曲、私が代わりに弾くわ、弾き語るわ。このお店の素敵な、なのにこんなに素敵なこと弾き機なのに、パヨ店長は一切触れないのよね。だから熊子人前で弾く習慣なかったんだけれど、弾くわ。他にね、弾く子が現れる。だから仕方ないので、熊子をもう一人の馴染みのお客さん、初音さんっていうけばい猫目の、髪の色もエメラルドグリーンで、目もエメラルドグリーンのお子さんなんだけど、もうなんか私も美しくて若い人苦手で、だから初音さんのこと、初音さんはどうも私と初めて会った時に私の琴弾きを非常に気に入って涙を流しておられたようだったので、だけど熊子かすねさんにはなんかついイラッとしてるみたいな、もう若さへの憎しみあふれる態度が隠しきれなくって、だから彼女の前では素直に弾けない。でも彼女はね、かさねさんの話だと音痴じゃないそうなので、でも私は見る限りあいつは琴弾き苦手そうなので、だからね、
やつの前ではもう弾き語りをこれ見よがしに、あ、弾き語りじゃないの、こと弾き語りっていうのをこれ見よがしに見せてやりたいなみたいに時々思うんだけれども、でも基本くまこう人前では弾かない子だから、でもまあね、せっかくなのでここではね、内緒で、初音に内緒で皆さんに初音に似合いそうな曲もお披露目しようかなって思います。ピアノの響きの中でお話をさせて、それでまあ初音さんはいろいろね、歌える音痴じゃないお子さんのようなので、そのお店に現れた不思議な岡山県からちょくちょくワープしてくる、この桃の不思議な国にワープしてくる男の子の曲、作る曲をいろいろどんどん歌ってみたらいいんじゃないのって思うんだけれど。何分彼女は歌は得意なんだけれども、こと弾き気があると、私くまこさん弾き語りができないのっておののいちゃって、これまた歌おうとしないんだな、だからもうくまこ諦めて「へえ!」と思ってね、ちょっと私もね伴奏自信がなかったりするから、だからもう自分でやっちゃえっていう感じで今に至るってわけなの。それでまあね、近所の、ね、お散歩がてらのこと引きだと、ちょっとあの近所のちびっ子がやってきて、キャーキャーキャーとか、あと お金がないとき、ビッグカメラとかで引くと、子供が、なんていうんだ、通り魔のように、ヒュンと、はーんって打って引いていって、お母さんが、これみたいな感じで過ぎ去っていったりして、だからね、考えたと末にね、弾き鳴らしに応募して弾くのがいいなっていうことに私は気がついた。でも今日も弾き鳴らしの順番待ってる時に、ね、ウニウニが2人、ウニウニを2人連れたお母様がこのホールを見にいらして、ああもうもしかして、ね、この筐体がある場所によってはもう私ウニウニの前で演奏することから逃れられないかのかもしれないと思って、でもまあそういう時に備えてね、久石譲さんの曲とかね、坂本龍一さんの曲とかね、あとね、井田圭介さんの曲とかね、ちゃんととっさに弾けるようにしとけばいいかなって思ってね、いろんな演奏
像形態を撮ってみようしています。じゃあちょっともう緊張するので久石さんの曲にしようかな。私が習った先生はユーミンの曲は飛ばして進める方だったので、あと私はテレビ CM でしか曲を聴かなかったので、こういう感じでそのつなぎやすいところでその他の知ってる曲に を聴きたくなってしまう。でもまあこういう風になったきっかけは派遣先の職場の人が作曲家の人どのなんかライブというか、この作曲家がいいよ小室よりもって勧めてくださった方の DJ ライブにしばらく行ってたら、その方がその DJ の方なので5分ごとに違う曲をどんどん流すか演奏をなさるので、それを参考に、もともと私はしりとりのようにいろんな曲をつなげて弾けたんだけど、なんかさらに短くつなげて弾く癖が ついちゃって、まあその方の、ね、曲を耳コピするかのように自分で自分が知ってる、まあ、小室の曲とかをそういうふうになんかかっこよくつなげて弾けるようにしようかなと思った時の名残で、その聴いたままの長さも覚えちゃうみたいで、そういう感じで まだまだ融通が効く感じでは弾けないのかな。でもなんかその井田圭介さんの曲は、その多分井田圭介さん多分ツレルニー50番とかしか弾けるような腕前の方なので、なんかいい感じで圭介さんの曲だけでつなげれたり、圭介さんと今そうもともとあなた向いてないから、きっと向いてない
し、頭良すぎるから、エンジニア目指したらって、やめろやめろって止めてた男の子がとうとうこの春、ゴールデンウィークか、初舞台が幕張メッセだって信じられる。で、本人幕張の舞台も立つの嫌だとか贅沢なことつぶやいてるのよ。私が代わりに、ね、ピアノ置いてる舞台だったら、でも初音ミクの世界だからピアノ置いてないような。でもなんか最近ココロナで初音ミクのボカロの人も、でも3000円みたいな、はしたがねて僕の曲弾いてくださいませんかみたいな、そういうオーダー出してから、そんな私は3000円なんか、そんなはしたがねては弾かないよっていう感じで、小遣いも出してねみたいな、そういうのであったらな、なんかな、そういうだからな、ちゃんとしただったらな、私代わりに出たいよって思うくらい。でもまあご本人がなんか地下アイドルの方からも曲の発注が出てるみたいなので、多分ご本人も弾き語りでどれだけ声が出るかって、あとフロアの広さに対してどの程度声出さなきゃいけないかとか、声をセーブしなきゃいけないかとか、あとご本人が弾きやすい姿勢っていうのをつかむためにも、人前で弾いたり弾き語ったり歌ったりっていうのは、やっぱり作曲か編曲か絶対やっとかないと、そうしないとハモリの曲とかを作らなきゃいけない時のイメージも、ね、なかなか湧くきっかけがないだろうから、やっぱり作編曲家をずっとコンスタントにやりたい方、続けたい方は絶対ステージの数はそれこそボーカリストの方よりもこなしてないといけないと、私は今まで習ったボーカルの先生何人もいるんだけど、そのボーカルの先生が宗教にはまったり自分探しにはまったりして、なかなか女の人はね、やっぱ仕事が大変な時代を生きてきたわけだから、そういうのがあってボーカルの先生が何人変わったんだろうっていう感じだったけれど、その方たちが常に弾き語りもできて、あと多分ね、プロデューサーの意思に添えなかった経験とかがあるから、自分でね国選んで移住したりね、レコードかな CD かな出したりしてるのを、そういう話をなんとなくね、そのボーカルの先生から伝え聞くと、やっぱり何言ってるか分かんなくなっちゃった。ちょっとこれを面接でこういう癖が出ないようにしなきゃいけないんだけど、まあとにかくボーカルの先生もだけど作編曲家の方はとにかく多分歌って踊れた方がいいんだろうね、多分きっとボーカリストの方よりも まあ踊りは でも踊って歌える方が多分同業者と競り勝つ地帯であれば、割と結構必須って思うくらいがいいのかもしれないというところで、時間になったのでちょっと20分で切るっていうのは、ライブの練習も兼ねてるので、それで切ろうと思います。それでは。